Alright, Yoko Sumasantori, we will be watching Haikyuu Season 2, Episode 6. I am really excited to see Hinata's training, because last episode we saw that he went to Ukai's store and asked him how he's supposed to train. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And thanks to all of my Patreons, it really helps me. Thank you guys. Yeah. Let's go. Damn. Yeah, of course he's gonna cry. Ukai's grandfather. Yeah. The OG Ukai. Damn. He looks like a menace. Damn, he got flashback, right? Because I'm only this tall. Damn. My cat keeps screaming! Shut up! So guys. どんな天才セッターが相手だろうと速攻という攻撃において絶対的指導者はお前だ。うん。アウトフロムウェア。おいかさん、何してるんすか。おいっ子の付き添い。おっす。部活はうちは基本月曜はオフなの。週1で休みがもったいない。 休息とサボりは違うんだよ。Yeah, facts. No way. Damn. Yeah, just go straight to the point. 今までボールを見ずに打っていた速攻を日向が自分の意思で打ちたいって言い出しました。へえ、できたらすごいじゃん。やれば。そんな簡単に言わないでください。日向には技術なんてないんですよ。だから俺の言う通りにだけ動いてろってのね。まるで独裁者だね。 ちびちゃんが欲しい年に100%応えているか、答える努力をしたのか。現状がベストだと思い込んで守りに入るとは随分ビビりだね。勘違いするな。ダーン。攻撃の主導権を握ってるのはお前じゃなくちびちゃんだ。いやー。ふふ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 
way. It's blurry. Come on, catch!
うるさい。お前自身はその変人速攻ってやつをどう考えてるんだ。俺がギュンって言ってパンって思いっきり飛んだら、そこにズバーって。I don't think he understands you。 いや、つまりこいつが目をつぶって飛んだところに影山ってセッターがピンポイントでトスをくれるんで。まあ言いたいことは分かった。しかし間違ってるぞ、ちびすけ。その変人速攻ってやつも速攻である限り主導権はお前が握っている。うん、それをちゃんと頭で理解しろ。まあやってみるのが早いな。ちびすけ、ちょっとブロックしてみろ。ミドルブロッカーなんだろ。止めてみな。中学生？どこち？高校生だよ。よし行くぞ。Why is everyone roasting Hinata? サードテンポ。サードテンポ。Yeah, he watched the ball. すっげえジャンプ。ネットから顔出た。まあな。じゃあ次。セカンドテンポ。さっきより早い。でも。ファーストテンポ。どうだ。早い。ブロックできるか。少なくとも一人じゃ無理。では何が違った。Yeah, they ran after tossing when he was tossing. 助走を始めるタイミング。そうだ。それがテンポだ。Is Hinata's and Kageyama's quick first tempo? Because I don't think it counts as a first tempo. Because Hinata's already mid air, prepared to smash it, and Kageyama just tosses to him when he's mid air. So.I don't think that's first tempo, right? セッターのトスより先に助走を開始。セッターはスパイカーに合わせてトスを上げる。つまり、エンジン速攻もスパイカー主導の攻撃だ。出た。エンジン速攻がどんな必殺技か知らねえが、これだけは絶対だ。スパイカーが打ちやすい以上に最高のトスはねえんだよ。1センチを1ミリを1秒早くてっぺん。でもそれだけじゃ足りないんです。これからはてっぺんでも戦いたいということか。それにはお前の相棒にも改善が必要なわけだが、おそらくそれはケイシンが何とかするだろうよ。影山はすげえやつだからきっと大丈夫です。てっぺんでの戦い方教えてください。攻撃の主導権を握ってるのはお前じゃなくチビちゃんだ。But how is he gonna improve? I still don't understand. 逆戻りだね。はい、もしも。今どこにいる？鵜飼さん。今学校に向かう途中ですけど。なんだと？体育館の点検終わってねえかなと思って。止まるトスだ。Does that stop? Nah, man, I don't think that's possible. Like, the ball stops in mid air. There's no way. お前自身がてっぺんで戦うためには、その根っこになる基礎から鍛えなきゃいけねえ。そんなわけで、これからお前は速攻を打ちまくる。足りない練習量をひたすら補え。こんにちは。ちびすけの当面の課題は、誰とでもファーストテンポだ。おっ。それとな、できるだけボールになれるために常に触ってろ。オス、手でも足でもいいぞ。バレーはボールを持てない球技。ボールに触れられるのはわずか0コンマ数秒。その一瞬を操れ。ボールが体の一部であるようにだ。テンポですか。いらっしゃい。まあ、俺も理論として頭に入ってるだけで全然応用できてなかった。テンポは大体分かったんですけど、止まるトスって何ですか？Yeah.
トミー、いいか、まずお前の変人速攻の時のトスはスパイカーの打点を通過するトスだ。うん、はい。でもそこを止めるんだよ、打点のところで。 How？ スパイカーの最高打点イコールボールの最高到達点にするんだ。今までみたいに勢いそのまま通り過ぎるんじゃなく、スパイカーの打点付近で勢いを殺す。 So he's gonna have to add a little more spin to it so that it just drops。 答える努力をしたのか。やってみせます。おとといはすみませんでした。はあ、さっき影山も来たぞ。俺も殴って悪かったな。やめなもん。乱闘を止めるとか燃えて力入りすぎた。女子の前で喧嘩なんかすんじゃねえ。やっちゃん顔真っ青だったぞ。何か怖い。あと教頭の前でもダメだぞ。それ以外でやれ。よし平田、ちょっと来い。平田はしばらく試合形式の時は B チームに入る。菅原頼む。はい。Yeah, they don't talk. Alright. Yeah. あの、ひなた。あの、大丈夫かなと思って。影山くんと、あの、大丈夫だよ。Her smile is way too cute. 女子の練習終わってから体育館閉めるまでの少しでいいんだけど、コートを使わせてもらえないかと思ってさ。ああ、うん。ちょっと聞いてみるよ。第二体育館どうかしたの？いや、ちょっとさ、全く別の自主練をやりたいやつが多くて場所が足りないんだよね。Oh, Asai is trying to. Yeah. でもそんなんじゃ武器とは。Asai さん。おお。ちょっといいか。あ、うん。俺のと。打ってもらっていいですか。いいよ。Wait, does this? もしかして正常の。Oh, damn! サーブ練習も手伝いますから。ああ、これだこれだ。これってブラジルの攻撃の動画？一斉に動き出した。確かに。Oh, that's synchronized attack, right? シンクロ攻撃。Yeah, synchronized attack.Oh, okay. こんばんは、翔ちゃん。おー、来たな、チビスケ。あの、鵜飼監督、前から言おうと思ってたんですけど、俺、チビスケじゃないんですけど。下手くそはチビスケで十分だ。合わせようとするな。自分のタイミングで飛ぶんだ。他の誰でもねえ。なあ、ツッキー。じゃあ俺こっち、島田さんとこサーブの練習行ってくる。ナイス。You and Yamaguchi practices. And looks like the only one who doesn't practice is Tsuki. He's touching the ball even at school. Damn.Yeah, it was side hit, right? From the side. Chibitaro, just go to the side. Chibisuke from Chibitaro, promoted. Promoted? No. Tomorrow from Tokyo, right? Neguma will come, right?Oh, yeah, the summer camp, right? Mendoxe Yazdama, Bareo Mirme Daka Tashka. Nice, he got it. Sigi, what do you guys want? Yoshita. Oh, Soste, Ashtakara, Tatabi, Tokyo Ace. Maruto Ishuka.長期合宿は春高予選前、最初で最後です。春高予選に向けて悔いのないよう、このチャンスを貪り尽くしましょう。
Okay. That was it, guys, for Haikyuu Season 2, Episode 6. I guess I'm going to watch another episode, so stay with me. Matane. Yosh, Haikyuu Season 2, Episode 7. I'm going to watch it right now. I'm not gonna waste any time, but if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's watch it. Middle of the night. 運転は僕と鵜飼君が交代で行います。居眠りしたらすまん。お願いします。夜中なんだから静かにね。すみません、つい。なあ、スカイツリーどこ？え、スカイツリー？あ、あれってもしかして東京タワー？あれは普通の鉄塔。 東京にある鉄塔は大体東京タワーに見えるんだよ。地方人には。おい、それ暴言。あと、ここ埼玉だから。東京タワーじゃないのか。日本と違う。ひなた！身長伸びたか？家古さい。第一声から失礼だな。たった2週間で伸びるか。俺は2ミリ伸びたぞ。Are they going to play? Like Hinata and Kageyama in the same team. Yeah. どうした? Kageyama らしくねえな。 すいません。姿勢は感覚が違う。 びっくりしたか。お前が一番わかるだろう。影山のトスが前とは全然違うことだ。Damn, this was long. 今度は伸びすぎた。Oh, with his left hand. Damn. Oh my God, Hinata. またトス落ちてきた。 They are both surprised. Yeah, this is lit. Oh my God. 前と違うのは日向と影山だけじゃねえぞ。Asahi with his jump surf. Close. <笑>カラスの連中、今シンクロ攻撃やろうとしてなかったか？任せろ！お、バックゾーンから踏み切ってのリベロのジャンプトス。<笑> They are failing one after another. Damn. 12-point difference. カラスだけあって、さすがの雑食性。うん。深い山の奥だろうと、歌舞伎町のど真ん中だろうと、食べられるものはすべて食べ、自分より強いものは利用し生き残る。ダーン。ただ一人を除いて。うん、次島。今回のペナルティは親善限定。 Damn. Nah, I hate sprinting up the hill. Miyoto senpai. Isso sugasugashii na. Konna ni dashu shita no wa Ukai kantoku ga ita toki irai ssu. Chotto うかいさんにタブレット借りて、シンクロ攻撃の動画確認すんで。サブ、俺もやろう。いや。ツッキー、今からサブやるんだけど、ツッキーは僕は風呂入って寝るから。ダーン。ツッキーは何か自主練とかしないのかなと思う。うん、he's not。なんて嫌ってほどやってるじゃん。 ちょっとそこのカラスノの眼鏡の。ちょっとブロック飛んでくんない？
He's not gonna. ああ、僕もう上がるので失礼します。何？ブロックなしでスパイク練習しても意味ないんだよ。頼むよ。僕とさんのスパイク練、再現ないからみんな早々に逃げるんだよ。俺はこいつ鍛えるのに忙しいんだよね。見えないかもしんないけど、こいつ全国で5本の指に入るくらいのスパイカーだから、yeah, that would be insane practice. 3本の指にはギリギリ入れないですかね。どんまい。落とすくらいなら上げないでください。それに君、ミドルブロッカーならもう少しブロックの練習した方がいいんじゃない？ Yeah, piss him off. That's right. あ、そこの練習やる？ボール出す？なんで一杯行きますみたいなノリなんだろう。ボイポン！ボイポン！ボイポン！ストレート。賢くかつ冷静。でも。さあ。じゃあ2枚でどうだ？2枚ショート。メガネ君はストレートをきっちり締めとけよ。イエーイ。そう。やっぱメガネ君さ、読みはいいんだけどこう弱々しいんだよな、ブロックが。腕とかポッキリ折れそうで心配になる。僕まだ若くて発展途上なんです。悠長なこと言ってると、あのチビちゃんにいいとこ全部持ってかれんじゃねえの。同じポジションだろ。それは仕方ないんじゃないですかね。ひなだと僕じゃ元の才能が違いますからね。あ、またスパイク練習ですか。俺ブロックやります。やります。おいリエーフ、転がってんじゃねえ。レシーブ。ゲ、ヤクさん。ゲってなんだ。じゃあ僕お役ごめんぽんで失礼します。いや、おい、カラスノのチビちゃんは確かに得体が知れないし脅威だけど、技術も経験もひよこだろう。それにあの身長だし、それをあの身長も頭脳も持ち合わせているメガネ君がチビちゃんを対等どころかかなわない存在として見てるなんてさ。クソ、サポーター忘れてきた。やらせるわ。行きます。すまん、もう一本。たかが部活だろ、はい、なんでそんな風にやるんだ。そんな風にやるから。 Who is that? 後で苦しくなるんだろ。 Damn。 おい月島、もっと食え。持たねえぞ。西野屋さん、胃は大きいんですね。なんだと。Well, at least they are going to have stamina, right? Hey, Hinata. What's up? Oh my god, I would love some melon right now. I can't watch this. なんだ。昨日オタクのメガネ君の機嫌損ねちゃったかもしんない。え、オタクのチビちゃんに負けちゃうよって挑発を。確かに月島は日向に引け目を感じてるとこあるよな。派手に暴れるのは日向の役目。その日向が光栄に回ってる間、極力無難にしのぐのが僕の役目。それ関係あるかわかんないですけど、うちの姉ちゃんが。そういえばさ、え、合宿の試合の時名前聞こえたんだけど、今のカラスノに月島ってやついる？その月島ってやつさ、兄ちゃんいない？え？ Oh, so that was his older brother. 私がカラスノにいた時、つまりダンバレが一番強かった時期な。小さな巨人がいた頃？そう、その頃のバレー部に長身の月島って人がいた気がすんだよね。Did he injure himself because he was practicing way too much? So that's why Tsukishima hates. Well, hates club. Go!
Damn. あと10往復は行きますよ。いや、勝とうよ。アズマネさんは嫌じゃないんですか？何が？下から強烈な才能が迫ってくるかもしれない。まあ心は休まらないかな。日向は多分まだエースって肩書きにこだわってますよね。だから今のままじゃダメだって言い出したのかな。まあおかげで俺も他の連中も火がついた感じだ。気をつけないと、また集中しすぎた日向に噛みつかれますよ。俺と月島はポジションが役割的に日向とライバル関係に近いから、ひよこみたいだった日向が日に日に成長するのを人一倍感じるんだろうな。でも俺は負けるつもりはないよ。いや、レフトレフト、おっしゃ。先生は月島どう思う？真面目にやってると思いますけど。ナイス。合格点を取っていても100点を目指さないって感じなんだよな、月島は。このまま実力で抜かれていくならレギュラー変えることになる。Damn. コートに立つのは試合に勝てるメンバーだからな。アサイさん、頼んます。少し短い。Hinata is there. おお。俺のボールだ。Damn. That aura around Asahi. Oh my god.大丈夫？先行っていいよ。大丈夫だから。えい、メガネ君。今日もスパイク練習付き合わない？すみません。遠慮しておきます。あ、そう？クロー！まだ何も言ってねえよ！なんで断んの？もったいない！うるさいな。僕は君と違ってスタミナバカじゃないんだよ。なんだよ！なんだよ、月島よ！せっかくフクロウダニのエースの人が練習誘ってんのに断ってんの。日向なら今の月に何て言う？え？その影山とか八つさんの時みたいに。何も言わないけど。え？だって月島バレエやりたいのかわかんねえもん。やりたくないやつにやろうぜって言っても仕方ないじゃん。Yeah, that's true. He has to get into it by himself. 月は。バレエは嫌いじゃないはずなんだよ。山口は？え？山口なら月島になんて言う？ That was it guys for Haikyuu Season 2 Episode 7. I hope you liked this video, and if you did, then press the like button and subscribe to my channel. It would really help me and I would really appreciate it. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon, the link will be down in the description. And thank you guys for watching. Mattane.